今回は屋外の練習場でぜひ実践してほしい練習法をお伝えしたいと思います。これまでいろいろ練習方法としてドリルをご紹介してさせていただいたんですけれどもあのやはりゴルフは何といってもあの練習はもちろん大切なんですけれどもその練習の考え方っていうのもすごく大切です。 まあ練習をするっていうことはあのもちろん技術の修正であったり調整であったりっていうことはすごくあの必要になってくるんですけどもある程度自分の中であの調子が良くなってきたりうまくいってきたなと思ったら次は、えっと、練習場でも実践と同じようなシミュレーションをぜひやってほしいと思います。えー、例えばなんでですけれどもこう練習場に来ましたたそこでこう打つ方向を見ていただいていいだ 仮でいいです、えー。自分が苦手なシチュエーションを想像してください。で私の場合は、えー、右の方にあの池があるとあのすごく緊張してしまいやすいので練習場に来た時も、えー、例えばあの赤いピンの右の手前には池があるっていう想定をします。でもっと鮮明にもしできれば自分が苦手なコース どこどこ？カントリーのナンバーホールのあのショートホールの池がすごく苦手だっていう想像ができたらすごくいいと思います。そこで、えー、そのイメージと同じ番手を持ってあの打っていきたいと思います。で、まずまあ、私はちょっとこう。 右に池があったりするとちょっと緊張してしまってあの普段よりもスイングワークが小さめになるそしてスイングリズムが速くなるっていう癖があるのでやはりそこをしないようにっていう意識をしながらやっていきたいと思います。でこののの時にままず狙狙いい方とししててて、えーまあ、池があっっっももピンをすぐ狙っていくのかでもしくかは左の ピンの左サイド5 m 以内でもいいだとか、本当にこう鮮明に想像します。でそこで、えー、自分の球筋を決めていきます。でそこに向かって今自分が注意していること、ああここ緊張しちゃう時はほんときは本当硬くなりやすいのでちょっとリラックスをしながら、でリズムはいつもと同じっていうことを意識しながら打っていきます。 今のはすごく最高のショットだったんですけどもやっぱりこうやって一球一球自分がそのシュミュレーションをして想定をしてやっていくことであのすごく自信にもつながりますし実際、その当おりに練習をしていれば自分が苦手なシチュエーションに行ってもそれをこう克服できることができますのでぜひあの練習場であのすごくいっぱい球を打つこともとても大切ですがさらにそれに加えてシュミュレーションをして あのもっともっと想像して練習をされるととてもうまくなりやすいと思います。ぜひ試してみてみください